何人かの方から今 LINE が来てまして、ライナさんこんにちは、いつも発信ありがとうございます。今日の発売の女性セブンにタケル君の記事がありました。何でも鼻の手術をしたのだとか、9月末ぐらいで義母娘の撮影終わって10月初旬に病院を訪れたみたいで、詳しくは女性セブンを見てもらった方がよろしいかと。とりあえずびっくりしました。僕まだ見てないんで、あのネットにもまだ出てないのかな。ちょっとそこら辺は明日ゆっくり見て、話そうかなと思うんですけど、今とりあえず来てるのだけ話しますね。義母娘の撮影が終わったタイミングで手術に踏み切ったそうです。以前から頭痛に悩まされ鼻水が止まらない、しんどいと漏らしていたそうです。鼻の手術なので完全に手術の影響を感じなくなるまでには最短で1ヶ月、長くて3ヶ月ほどかかりそうです。よく鼻触ったりとかするのそのせいだったんですかね。退所する前から頭痛を感じていたらしいので、このこともあって義母娘の撮影も早まったのかもしれませんね。来年早々には映画の宣伝、まあそうですね。ちょうどその間を縫って手術してるんでしょうね。蓄膿ですかね、これね。何ですかね。詳しい症状は出てないんですかね、この感じだとね。別の方も来てって。こんにちは。今日の発売の女性セブンに佐藤健極秘手術という見出しが出てましたが、ご覧になりましたか。何事かなと思って急いで読んだところ、どうやら鼻の手術のようです。多分花粉症がひどいので、その手術だったんですかね、と。週刊誌は大げさに書くのでちょっとびっくりしました。以前、シュガーで花粉症がひどいと本人が言ってたので、その手術かなと思いました。でもなんか花粉症で手術ってあんまり聞いたことないっすよね。花粉症ひどい人は結構周りにもいっぱいいるけどね、ずっと悩んでますよね。花粉症手術で治んないんじゃないのかなと。多分花粉症自体があまりメカニズムを知られてないんじゃないですか。治しようがないんじゃないですか。そういうのいっぱいありますよね。僕も痛風悩んでますけど、痛風も治しようがないんですよ。薬で、尿酸値下げるぐらいしかないんですよ。痛風に直接、まあ、手術でこれを治すとかできないですよね。多分そういうものって、そういう病気って結構世の中あるんだと思いますよ。手術で治せるものと治せないものみたいな。花粉症で世の中にこんなにね、いっぱい悩んでる人がいるっていうことは、花粉症って多分手術では治んないだろうなと思うので、僕はこれ蓄膿じゃないかなって思ってますよ。蓄膿の手術する人はいっぱいいますよね。多分僕の知り合いでも蓄膿で手術した人は何人かいた気がするな。うん、でも頭痛が出るまでひどいっていうのは結構な大変さなんじゃないですかね。 LINE くれた人も症状からすると副鼻腔炎の蓄膿症だと考えます。私は中2の時急性副鼻炎鼻腔炎になり、鼻血がすごく出て結局薬で散らしちゃったんですよ。次女は変な、たびたび変な匂いがする。あ、そうそう。蓄膿になる人ってね、匂いがね、敏感になりますよね。僕の友達とかでも蓄膿のひどかったのは、匂いに敏感でしたよ。副鼻腔炎を慢性的にこじらせて、膿が溜まると蓄膿症になる。そうなんだ。鼻がよく詰まったり、その鼻水が喉に垂れたりするので、咳が出たり、咽頭炎になったりするので、だからよく、たけるくんが、まあ、全部屋に加湿器を置いてるって。ああ僕も加湿器置かないと咳出ちゃうんですよね。そうなのかな。多分僕も多少蓄膿ある気がするんですよね。常に鼻にきますからね、なんかね。で、僕の家系が、実家の家系が、母親が蓄膿なんで、多分多少あるかと思うんですけど、ただ頭痛出るほどまでではないんですよ。だからそこまでひどいのは大変だろうなと思ってますけどね。まあちょっと、明日見て、ちょっと、明日ちょっとこの記事読んでみますよ。